コレヒドールはアメリカ海軍の護衛空母。カサブランカ急行空母艦の4番艦。艦名は太平洋戦争の戦場となったコレヒドール島にちなんで命名された。ただし、コレヒドールは地名のスペイン語読みで、英語ではコレギドーである。本艦はガイラーとして寄港し、1942年8月20日にアッコブマイナス58に、 監守変更、1943年5月12日に、合衆国会議委員会の契約ゲワシントン州、バンクーバーのカイザー造船所で、コレヒドールとして J ・ハレット夫人によって浸水した。1943年7月15日に、区部マイナス58へと監守変更され、1943年8月31日に、 海軍に引き渡され同日 RL ボーマン艦長の指揮下収益した。1943年10月26日にカリフォルニア州サンディエゴを出港したコレヒドールは新珠湾で第24空母軍に合流。11月10日から12月6日までギルバート諸島進行のガルバニック作戦で航空支援任務に当たる。11月24日に両スカムベイが 以後第175潜水艦の雷撃で沈没した、サイ・イ175から発射された魚雷のうちの一本は、コレヒドールの、もう一本は、コーラルシーの資金を通過した。作戦を終えて、サンディエゴに帰還し、修理及び航空機、兵員を搭載すると、再び部隊と共に、真珠湾沖での作戦活動を再開した。 1944年1月22日から3月3日まで、コレヒドールはマーシャル諸島に対する攻撃に参加し、クエゼリン艦礁に対する航空攻撃支援を行った。1944年3月11日、コレヒドールはガダルカナル島に向けて出港。3月21日に到着すると、3月30日に第三艦隊と共に出撃。 エミラウジ前の上陸に際して航空支援を行う。4月14日にポートパービスに帰還。その2日後に出港し、第7艦隊と合流して、4月22日から26日までホーランディアに対する航空攻撃を行う。続いて補給及び対戦紹介のためマヌス島に向かい、5月4日まで同任務に従事した。 第24空母軍司令官が座上したコレヒドールは、6月15日から25日まで、サイパン島侵攻において、対空警戒及び対戦障害支援を行う。コレヒドールの艦載機部隊は少なくとも8機の敵機を撃墜した。7月1日から3日にかけて、エニウェトク艦省を置きで補給船の護衛を行い、続いて、 グアムに対する艦砲射撃部隊の上空支援を7月28日まで行う。その後オーバーホールのためサンディエゴに向かった。コレヒドールは新珠湾において空母パイロットの認証任務を10月12日から11月21日まで行う。10月26日に第64護衛部隊とともに対戦紹介部隊を形成し、 真珠湾とカリフォルニア間の敵潜水艦の動静を調査、報告した。1945年1月2日、部隊は紹介区域を真珠湾とエニウェト区間に変更し、2月13日に真珠湾に帰還した。コレヒドール艦上からの陸軍機の発信コレヒドールは2月27日に真珠湾を出港し、M 海ハーモン中条率いる。 航空機輸送部隊の探索を行った。部隊は予定より遅れ3月20日にマジュロに到着した。3月21日から4月27日まで、コレヒドールはマーシャル諸島のウォッチ干渉及びマロイラップ干渉金会で対戦紹介を行い、その後エニウェトク干渉金会でも同任務に従事した。5月4日に新珠湾に帰還したコレヒドールは、 ハワイで訓練官としての任務に就く。その後は終戦まで空母パイロットの認証を行った。10月2日から1946年1月10日まで空母パイロットの訓練任務と機関兵の輸送任務を交互に行い、真珠湾とサンディエゴの間を3往復した。コレヒドールは1月18日にサンディエゴを出港し、バージニア州ノーフォークに向かう。2月4日に、 ノーフォークに到着し、同地で7月30日に退役した。1950年夏に朝鮮戦争が勃発した後の1951年5月19日、コレヒドールは最終駅して海上輸送司令部の任務に配属。総合防衛援助計画の下兵員、航空機、航空貨物を NATO 加盟国に運搬した。 加えて1952年から54年までパナマ運河を通過して兵員と貨物を朝鮮半島の国連軍に5回送り届けた。1955年6月12日、K-58 に艦視変更される。1958年の夏にデワノン危機が発生時、イタリアのブリンディジにあったコレヒドールは、直ちに第24不評連隊の偵察機2機及び、 上陸支援のヘリコプター10機を搭載してレバノンに向かった。アメリカに帰国するとコレヒドールは9月4日に退役し1959年4月28日にスクラップとして売却された。コレヒドールは第二次世界大戦の先行での4つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。